WWS チャンネルをご覧の皆さん、本村葵と竹本くるみです。もうね、みんな盛り上がってくれました。私たちはね、踊らせていただいたんですけど、振り付けを葵さんが作って、みんなたくさん真似してくれて、もうエネルギッシュで若さを感じました。ね、本当にみんな楽しんで一緒にダンスを踊ってくれたので、とっても嬉しかったです。私はやっぱりこのチュールだと思いますね。いいデニムとキラキラのスカートに合わせてこのチュールを合わせたり、あとデニムのベストってやっぱめっちゃ可愛いし、夏っぽい、今からすごくいいなと思うので、今年たくさんこういうの着たいなって、着てみて今日思いました。私はこの白で統一されているんですけど、シーンさんなんですけど、このレッグウォーマーが最近流行ってるので、この足が細く見えるポイントだなって思ってるので、タイツも可愛いね。そうなの、タイツも白で柄付きでとっても可愛いのがポイントです。可愛い。でも私はアイドルを卒業してから初めての夏なので、すごくゆっくりできると思うし、お祭りにたくさん行きたいなと思います。私はグランピングに挑戦してみたくって、ちょっと私はすごいあのインド派なんですけど、アウトドアに今回挑戦してみたいなって思いました。今年の夏は頑張れ。10代の頃は学業とお仕事を全力で両立している時で、でもその中でも今でも高校の友達とか全然連絡取って会う子もいるので、意外と青春できてたんだなって最近思ってます。私はあの吹奏楽部でめっちゃ部活を頑張ってたんですけど、なんか今こうやって部活とかの終わりに駆けつけるよっていうファンの子たちがいて、うわー若いって思って、なんか自分も青春を思い出しました。嬉しいよね、うん、なかなか表には出てないですけど、たまにこうやってファンの皆さんの前に出れるのがとっても嬉しく思います。これからも自分なりに頑張っていきます。応援よろしくお願いします。はい、今回あの初ランウェイをさせていただくので、すごい緊張するんですけど、こうやって普段しない髪型だったりをできてとっても嬉しいです。これからもたくさん楽しませるので応援よろしくお願いします。